では担当の動物とお名前を教えてください。はい、名前は山本優太です。担当動物はここの鳥の楽園と、あとは鶴とキジとコウノトリ、あとはペンギンを担当しています。山本さんは関西出身ですか？はい、奈良県出身。天王寺動物園で働き始める前にも来たことってありましたか？はい、小学校の時家族で来たり、遠足で来たり、学校の行事とかでもここに来ました。その時に覚えてることとかって何かあったりしますか？カバのモニュメントの上で3歳ぐらいの時の写真がまだ残ってるので、それがすごい思い出深いです。働き出してから、まあ、まだ山本さんちょっと日が浅いかもしれないんですけど、天王寺動物園に来てやっぱ印象に残っていることってありますか？はい、専門学校に通ってたんですけど、それまでで本気で鳥を飼育したことがなかったので、すごいいろんな刺激を受けてて、毎日新しいことばかりで楽しいです。はい、ありがとうございます。山本さんから何かこう保全についてとか皆さんに伝えたい気持ちってあったりしますか？伝えたい気持ちですか？動物は今現状どうしても減ってしまってるのが事実なので、皆さんの過ごしの気持ちが動物の一つの命につながると思うと、絶対救える命はあると思うので、皆さんの協力はすごいありがたいものだと思ってます。ご協力お願いします。せーの、ご協力。